こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ローライフレックスの、3.5F になりますね。有名な二眼カメラで、最近は、非常に女性にもですね、人気のある、二眼カメラになっております。フォルムもですね、非常におしゃれな感じで、写りもいいですね。人物の、スナップなどには最適のカメラだと思います。こちらのレンズがですね、スノタール 75mm が搭載されておりますね。こちら 3.5F になってますね。はい。ローライフレックスの王道といえば 2.8F80mm だっていう声もあるんですけれども、それよりもですね、最近はスナップがこちらの画角と、このバランスが取りやすいということで、3.5F も非常に人気が高くなってきておりますね。でもってですね、普通は、プラナーがほとんどなんですけれども、このレンズがクセノタールなんですね。クセノタールのファンの方はですね、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。はい。では、外観から見ていきます。外観はですね、こうパッと見ていただいたと見ていただいたところ、針側の痛みとか摩耗とか、茶色くなっちゃったりとかですね、せずに非常に綺麗な状態ですね。剥がれや、めくれもないですね。こういう細かいところがよくめくれてたりするんですけれども、それもないですね。あとはこういう巻き上げて擦れる部分も変色したりしてないですね。はい。金属部分も腐食や錆など見られません。非常に綺麗な状態です。はい、このレンズ周りも綺麗ですね。はい。どこかにぶつけたりした跡とかないですね。はい、このロス系の部分も、よく割れたりとかですね、傷だらけのものが多かったりするんですけれども、この個体は大変綺麗な状態ですね。大変備品と言っていい個体です。はい、レンズもですね、ご覧のように、タイプ2レンズと、フォーカシングレンズ、両方ともですね、非常に擦れ傷、引っかき傷とか、コーティングの摩耗、バルサム切れなどなく非常に綺麗な状態で、保存されてますね。はい、ご覧のような感じです。大変綺麗ですね。はい。ウエストレベルファインダーもこちら立ち上がり全く問題なく開閉してますね。はい、この感触もいい感じです。ルーペももちろんきっちり出てきまして、汚れとかはいないですね。はい。これをグッといっぱいまでしていただくとですね、こちらから、覗いてフォーカシングしていただくこともできますね。はい。はい、畳み込みも全然問題ないですね。はい、で、これがポッと外せまして、フォーカシングスクリーン、こちらも綺麗ですね。傷だらけだったり変な汚れとか書き込みとかないですね。はい。両面とも綺麗ですね。ミラーもご覧の通り、痛みとか、剥がれ、劣化ないですね。はい、そういうような感じですね。はい。フィルムを入れていただくときは、この矢印に従って、これをグッと下げていただいて、親指でグッと開いていただけますね。こう、後ろ玉見えますけれども、後ろ玉も綺麗ですね。内部に素材の劣化とかモルトの劣化ポロポロ剥がれてきたりとかしないですね。非常に綺麗な状態です。はい、この締まりもグッとしてスムーズでいいですね。はい、ピントのこの前後ですね、これも平行にきっちり動いてまして、動きにムラとかですねガリガリ感ないですね。はい、非常にスムーズです。それも、フィルムチャージと巻き上げですね。はい。こう見ていただいてですね、この下の赤いメモリがシャッタースピードですね。こう右側のダイヤルで動きます。で、左側が絞りですね。はい。では、シャッターのチェックに行きたいと思います。低速の1秒から見ていきます。はい。これでチャージ、巻き上げ、半回戻してシャッターチャージですね。
はい、シャッターはこちらのボタンです。はい、1秒。はい、安定して切れてますね。はい、ご覧の通りですね、シャッター音の非常に静かな、このローライフレックス特有のシャッターになってますね。はい、1分の1秒、非常にスムーズに切れております。次が2分の1秒ですね。はい、2分の1秒もいいですね。はい、でこの巻き上げ、このシャッターチャイルもですね、ガリガリ感とか動きの悪さなどなく非常に感触よく巻き上がっております。次が4分の1秒。はい、いいですね。きっちり、はい、4分の1秒切れております。低速のシャッター比較的壊れやすいと言われているんですけれども、ご覧のようにですね、シャッターの粘りとか遅れなどないのがお分かりいただけます。でもって中速の60分の1秒ですね。はい、中速シャッターもきっちりと、はい、切れているのがお分かりいただけます。じゃ最後に、高速の500分の1秒ですね。はい、もうほとんど見えませんけども、こちらも一瞬、はい、きっちり動いているのがお分かりいただけます。はい、ということでですね、はい、外観、光学、内部機構ともに全く問題のないローライフレックス 3.5F クセノタールレンズということになりますね。はい、付属品はですね、こちらの革ストラップ、こちら付属いたします。このカニ爪と言われるですね、この金具がついてますね。この部分に上からこう差し込んでいただければですね、カチッと音がしてきっちりホールドしていてくれる仕組みになってますね。はい、でもってさらに、この革ケースですね、本体をすっぽり包んでですね、守ってくれるこのケースが付属しております。革ケースですね。はい、このような感じですっぽり入りますね。はい、ということでですね、大変いい状態でありますローライフレックス 3.5F クセノタールレンズ、ケースとストラップ付きになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。